競技で、はい、2つの点の平均になるんです。2と1、競技1と競技2はちょっと違うんですけれどもね、はい、良い方でいいんですけど。ブルガリアのストヤノワ選手です。この飛び方は屈伸のクエルボということですね。そうですね、はい、10点満点からのこれは採点なんですけれども、はい、このストヤノワは世界選手権跳馬で5位という成績ですから、だいぶ自信持ってますね。そうですね、着地も見事に決めました。ブルガリアのストヤノワ選手です。この人は1回目が 9.55、 2回目も 9.55 で平均点 9.55 でした。